2基あるエレベーターのうち左側の方にだけカードリーダーが取り付けられていますね。じゃあ早速ここに土星のカードキーを滑らせてみるか。よし、起動したみたいだ。それじゃあ次はボタンですね。エレベーターを呼ぶボタン。下向きの逆三角形のボタンだけしかついていないんですね。上階へ向かうための上向きのボタンはないのか。まあとりあえず押してみるか。開きましたよ、俊平くん。はあ、開いたな。行くぞ。ちょっと待ってください。なんだよ。まだ心の準備が。まあ密室で二人きりだもんな。純平君。いや、ちょっと考え事してただけだ。いいからとにかく行くぞ。だから待ってくださいって。なんでだよ。純平君は怖くないんですか。は？私は怖いです。こういう経験初めてなので。初めてだと？もしかしたら濡れちゃうかもしれません。濡れ？下の方からぐしょぐしょになっていて。そりゃお前当然だろ。上の方からぐしょぐしょになるなんてことは聞いたこともないし。確かにそうですけど。いいんですか？何が？ぐしょぐしょになっても。あ、いや、どうなんだろうな。俺はむしろウェルカムというか。すごいですね、純平くん。すごい度胸です。そうかな。男ならみんな同じなんじゃないか。飛び込めるところがあればどこへでも飛び込んでいく。それが男ってもんだろう。かっこいいです、純平くん。尊敬しちゃいます。いや、そんなことで尊敬されても。私は怖いです。とっても。そうか、初めてだって言ってたもんな。はい、だから多分あんまり我慢できなくてすぐに行っちゃうと思います。行く？はい、昇天しちゃうって意味です。昇天？ふわーってなって意識が遠のいていって、そういう風になるって聞いたことがあるんです、経験した人から。あ、それなら俺も聞いたことがあるよ。男にはわからない感覚らしいが。え？男の人だって同じでしょ。誰だってみんな同じですよ。中に入ってきちゃったらみんなそういう風になると思います。いや、男の方には入ってこないだろ普通。入ってきますよ。男性の方にだっていつかは必ず入ってきます。ずっとそのままの状態なら。お前は一体俺に何をしようとしてるんだ。別に私は何もしませんよ。自然にごく普通の生理現象としてそうなるって言ってるんです。そういうものなのか。
いくら男性の方が肺活量が多いとはいえ、10分も20分も息を止めていられるわけないでしょ。いつかは必ず気道の中に水が入ってくるはずです。そうなったら間違いなくうわーってなって意識が遠のいていって、そりゃ確かに一万はな、ぽっくりと。でしょ？考えてみればこの下の階 D デッキは完全に水没してるんだよな。水没したフロアに向かうエレベーターか。そりゃ怖いよな。